はい、どうもタンタンです。コアロハの、アウトレットシリーズ、こちらオピオのシリーズも今回入荷しております。こちら KCO の10ですね。はい、これなかなかね、木目、アカシアですけど木目綺麗ですね。これね、トップがこういった感じ。はい、でサイドバックと、かなり綺麗な木目の一本かなと思います。はい、それとですね、ちょっと珍しいですね、このネック、かなりこう色が薄い感じですね。ちょっとこういったのは非常に珍しいかなと、ここまでのやつはね、思いますけれども、これはこれでなかなか、アクセントになって良いかなと思います。で、まあこれ、ね、タイで作ってるんですけれども、クオリティはねすごくいいかなと思いますね。音もかなりしっかりと、軽やかに出る感じですね。まあ、あのハワイ製のハワイアンコアと比べると、まあ、ちょっと丸い感じはあるのかなというところですけれども、ボリューム感は非常にあって、作りも非常に綺麗ですよね。で、構造もあのユニブレースっていう、まあ、ここのところにね、こう角間近く囲ったあのブレーシングのシステムっていうのは、そのままハワイ製のものと同じような感じで作られてますんで、音のこうニュアンスっていうのはかなり近いのかなと。あとは材質によるちょっと音の、味付けがちょっと違う、そんな印象ですね。タイで作っているというのもありまして、かなりコストパフォーマンスは高いかなと。これだけ鳴ってくれて、この価格帯というのはね、かなりお買い得なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら、コアロハの、オピオシリーズですね、 KCO の10で、こちら今回オピオのシリーズ2本、同じのコンサートサイズ入ってますので、こちらを管理番号1とさせていただいております。かなりこの木目が綺麗な1本、こちらが1番となっておりますので、この感じが良いなと思った方はぜひこちらでお問い合わせの方いただければと思います。それではタンタンでした。